スペンサー・フィッシャーは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家、ノースカロライナ州下、シアーズ出身、ミネティッチマーシャルアーツセンター所属、26歳からボクシングを始め、その後すぐに総合格闘技の練習を始めた。2002年12月23日、アイオワ州で行われた、ビクトリーファイティングチャンピオンシップの、 ミドル級トーナメントに出場し、全試合1ラウンドの小股は、ギブアップによる勝利で優勝を果たした。2005年10月3日、UFC 初参戦となった、アルティメットファイトナイト2で、チアゴ・アウベスと対戦し、三角締めで一本勝ち。2006年3月4日、ライト級転校初戦となった、UFC58 で、サムスタウトと対戦。パンチの応酬となったが、 1>, 1から2の判定負け。2007年1月25日、UFC ファイトナイト、エヴァンズ VS、サーモンで、エルメスフランカと対戦し、パンチラッシュで TKO 負け、ファイトオブザナイトを受賞した。2007年6月12日、UFC ファイトナイト、スタウト VS、フィッシャーで、サム・スタウトと再戦し、3から0の判定勝ち。 ファイトオブザナイトを受賞した。2008年10月25日、UFC90 で、シャノング・ジャーティと対戦し、三角締めで一本勝ち。サブミッション・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2009年6月13日、UFC99 で、ウノ・カオルと対戦し、3から0の判定勝ち。十月二十四日、u f c 百四で、ジョー・スティーブンソンと対戦し、 グラウンドで肘打ちを連打されタップアウトにより敗れた。2010年6月19日、ザ・アルティメット・ファイター、チーム、リデル・ VS チーム・オルティス・フィナーレで、デニス・シバーと対戦し、0から3の、判定負けを喫した。10月16日、UFC120 で、カート・オーバートンと対戦し、3から0の、判定勝ちで3連敗を逃れた。 2011年2月27日、UFC127 でロス・ピアソンと対戦し、0から3の判定負けを喫した。2012年6月22日、UFC4FX4 でサム・スタウトと対戦し、0から3の判定負け。3連敗となるもファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。ありがとうございます。